幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。はい、レディースクリニック、赤ちゃんいらっしゃい、命の誕生。この時間は沖縄市三郷にあります産婦人科、はい、レディースクリニック提供のもと、お産の素晴らしさをお届けしていく番組です。この番組は宜野湾市喜生名、宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから、私田辺由紀がお送りしていきます。FM 宜野湾、FM 那覇でお聞きの皆さん、おはようございます。この番組ではリスナーの皆様からのメールやコメントを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com。 また FM 宜野湾ではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。FM 宜野湾のホームページから簡単に見ることができます。そちらもお楽しみください。赤ちゃんいらっしゃい、命の誕生。命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、アイレディースクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を放送していきます。今日は二人のお産の瞬間を放送します。ではまず一人目、匿名希望さん、女の子の出産シーンです。スタッフさんの応援から始まります。無事に出産し、赤ちゃんがとっても元気な泣き声を聞かせてくれました。コメントはパパです。それではお聞きください。頑張ってね、最後ね、ちょっと朝出てくるし、けど頑張って。まだ頭大きいかな。なかなか。はい、赤ちゃん出ておいて。はい、OK。はい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 。おめでとうございます。ゆうか出産おめでとう。リミア誕生おめでとう。はい。匿名希望さん、女の子の出産シーンをお届けしました。最初の先生の声かけがね、またいつもですけど、ほっとしますね。あ、赤ちゃん出ておいでーってね。ちょっと頭大きいねとかね、この全然普通の感じでこう喋って、多分これで和ませて、あの出産するお母さんの気持ちを和ませて、こうスムーズに出てくるようにっていうね、声かけなんでしょうね。そして赤ちゃん出てきて、この産声がまた可愛かったですね。なんかちょっと最初、うんやみたいな最初ちょっとね、なんかびっくりしたような感じで声が出て、それから元気に泣いてましたね。可愛かった。そして、あとはお父さんの声がありましたね。なんかちょっと素朴な感じの、照れた感じもありましたけれども、嬉しそうでした。はい、おめでとうございます。ありがとう。では、続いて二人目、匿名希望さん、男の子の出産シーンです。スタッフさんにサポートされながら頑張るママ。頑張って出産。そして赤ちゃんとママの握手です。可愛い泣き声を聞かせてくれた赤ちゃん。へそのカットも無事に終えました。コメントはパパです。それではお聞きください。はい。
えないよね。はい、おめでとうございます。やるんですね。おめでとうございます。頑張ったね。ありがとうね。今日からまた一緒に頑張ろうね。はい、かも。お疲れさんね。ありがとうね。匿名希望さん、男の子の出産シーンでした。音声からはちょっと何人ぐらい人が立ち会っておられたのか、ちょっと分からなかったですけれども、結構たくさんいらっしゃったのかな。看護師さんとかも何人かいらっしゃるような声がしてましたね。で、みんなでね、息を合わせるような感じで、お母さんもそれに合わせて、ね、みんなで協力して、出産が行われているっていう様子がよく分かって、伝わってきました。で、赤ちゃんもね、可愛くまた泣いてましたね。で、へそのカットされてましたね、チョキチョキ。これはお父さんが立ち会われていたんですかね。ちょっと声が入ってましたのでね。はい。で、握手して。で、コメントのパパも、優しい声でしたね。本当にもう感謝ありがとうねってたくさんおっしゃってましたけど、感謝の気持ちがすごく溢れているのがわかりました。はい。これからね、また一人、兄弟はいるのかな？一人家族が増えて、賑やかになると思います。幸せな家庭を作っていってください。おめでとうございます。今日は二人の出産シーンをお届けしました。はじめは匿名希望さん女の子、そして匿名希望さん男の子の出産シーンでした。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、愛レディースクリニック。愛レディースクリニックでは、これからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。このコーナーでは皆さんのお産に関する思い出、また出産を控えるお母さんに対するメッセージをお待ちしております。宛先は、メール797@fmginowan.com 数字の797@fmginowan.com です。お気軽にお寄せください。このコーナーはお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、愛レディースクリニックの提供でお送りしています。それでは次は CM を挟んで教えて北条先生のコーナーです。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。 This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music.Our entertainment has begun. We do not know what is our time. We know ourselves. Hello, everyone. Our email address is 797@fmginowan.com. Please send us an email. Thank you. Hi, Sensei.はい、レディースクリニック赤ちゃんいらっしゃい、教えて北条先生のコーナーです。
このコーナーではアイレディースクリニックの院長北条秀志先生にお産についてお話を伺い、沖縄で活躍する女優の上条美希さんとの対談方式でインタビュー内容を流していくコーナーです。でその前に今日はメッセージが来ていますので先にご紹介しましょう。メールが来ています。コラーゲン PP さんからです。ありがとうございます。ゆきさんおはようございます。おはようございます。今日は梅雨とは思えないほど晴れてますね。あ、本当ですね。 FM ギノワのスタジオからすっごい綺麗な水平線が見えています。いい天気ですね。北条先生はよくテレビなどに出演されていますよね。私は前から北条先生のファンで考え方がとても好きです。ほう。お母さんが幸せを感じる出産・子育てという本、こちらもとても良かったです。特にその本の中の子育てでお母さんを孤立させてはいけないという話、とても共感していました。今日はどんな話が聞けるのか楽しみです。ではまた来週もメールします。 ありがとうございます。へえ、そうですね。よく最近私も見かけますね。で、お母さんが幸せを感じる出産・子育てという本もね、昨年でしたかね。結構最近だった気がしますけども、出版されています。ぜひ、手に取って見てみてほしいですね。皆さんもね。すごい。コラーゲン PP さん、ありがとうございます。では、今週のね、お話、どんなものでしょうか。今週はですね、リスナーのクラゲさんからの、北条先生がアイレディースクリニックの院長になるという道を選んだのはなぜですかという質問にお答えいただいたインタビューを放送していきます。それではお聞きください。はい、先生こんにちは。こんにちは。夏ですね。夏ですね。暑いですよね。ああ、本当暑くなってきたね。うん、今日もいい天気ですけれども、今日も、はい、元気よく、はい、インタビューさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。早速ですけれども、はい、質問が届いてますよ。はい、まずラジオネームクラゲさんです。最近バタバタして聞けてなくて久しぶりにメールしますということで。北条先生の質問を受け付けていると以前聞いたのですが、妊娠・出産の話以外でも大丈夫でしょうかって。はい。なぜ北条先生がアイレディースクリニックの院長先生の道を選んだのか気になりますということでメッセージが来てます。はい、詳しくは本を読んでくださいじゃけどね。終わっちゃうじゃんそれ。いや、そうなんですよ。はい、いや、まあ本当に、ね、ご縁があって、はい、まあ、沖縄で、まあ、僕の両親が、うん、頑張ってね産婦人科をしてたんだけれども、はい、ね、僕自身のやりたい医療とあってね、うん、沖縄で頑張っていきたいなとね、うん、で、まあ、やっぱり、前も話したかもしれませんが、まあ、子供が好きだから小児科の道も本当考えたんだけどもね、うん、今は産科を選んでよかったかなとね。小児科の先生たちも本当大変だと思うけれども、その橋、なんていうかな、橋渡しじゃないけどね、この要はバトンタッチできるまでを一生懸命ね、産科がね、生まれて小児科にバトンタッチできるまでを守っていきたいとね。やっぱりその生命のね始まりの場所だからね、うんうん、そういうやりがいは感じてます。お、はい、もうアイレディスクリニック開業して4年目ですよね。はい、そうね、4年、はい、もう5周年、ね、5周年、もう今年ね、はい、迎えます。先生がやりたかった病院というか、うん、産婦人科の道、うん、はい、進めてますか。うん、そうですね、非常にやっぱり本当にもうね、うん、開業当初はガミガミいろいろね、はい、ああでもないこうでもいろいろ大変だったけれども、はい、やっと今この理念が浸透して、僕ね、やっぱりここで働きたいとね言ってくれる看護婦助産師たちが来てくれてね、そして作り上げていけてるっていうのがね、今やっぱり
本当に年好きですか、安定してきて、うんまあ、いいスタッフに巡り合えてるなと思いますね、うん、これからもう100年200年頑張ってくださいね。無理です。大丈夫ですよ、いけそうですよ。メッセージありがとうございました、はい。教えて北条先生のインタビューをお届けしました。今日のテーマは、北条先生がアイレディースクリニックの院長になる道を選んだのはなぜですかというリスナーのクラゲさんからの質問にお答えいただきました。クラゲさんありがとうございます。また最後にミキちゃんがなんか言ってたんでちょっと飛んでしまいましたけど、200年もできるわけないですよね。無理ですって答えてましたけど、産科か小児科、子供が好きっていうことで、そうなんですね、小児科かも迷ったけども、やっぱり産婦人科の方選ん で、生命の始まりの場所に立ち会えるっていう、すごくやりがいがあるっていうことを、ああ、おっしゃってましたね。でも、お医者さんってでも、生命に関わる現場なんで、どの、分野でもそうだとは思うんですけど、生命の始まりっていうと、やっぱり産科だけですよね。いや、そういう、神聖な感じがしますよね。で、5年目なんですね。5周年とおっしゃってましたね。やりたかったようなこの理念があるけれども、そのようにできているかという質問に対してね、スタッフの方とかもすごく恵まれて、だんだん軌道に乗っているというようなことをおっしゃってましたね。自分の、なんかそうですね、ちょっとさらっとおっしゃってますが、ガミガミしたりもしたけどっていうことはありましたけど、やっぱり自分のやりたいことを働いている人にも伝えて、みんなが同じ気持ちで、その、職場で仕事ができるっていうのは難しいことでしょうね。もう立ち上げっていうのは本当に大変でしょうね。そうか、まだ5年なんですね。いやー、もっと長年されてるのかと思いましたけど、はい、結構新しいんだなと思いました。で、詳しくはなんか本を読んでくださいっていうね、最初にありましたけれども、で、先ほどメッセージもありましたけど、コラーゲン PP さんからも来てましたけれども、北条先生の出された本がありますので、お母さんが幸せを感じる出産・子育てという本が出ておりますので、よかったらそちらも見てみてください。この内容はですね、出生率が全国1位の沖縄県の産婦人科が伝えたい出産・子育てを通して幸せな家族になるためのヒントが書籍化されているということです。子供が生まれる、それは家族の幸せであり、新たな物語のスタートを意味しています。子供の誕生の瞬間、お母さんもお父さんも子供の幸せを心から願っているはずです。しかしながら世の中には子供の虐待や貧困など暗いニュースも多くあります。北条先生は多くの出産に携わった医師としての経験や自分の家族に寄せる思いから、お母さんの幸せが子供の幸せに影響を与えると語っています。お母さんが幸せであれば、子供にも幸せを与えることができるでしょう。そうすると他の家族や周りもおのずと幸せになれます。ですから子供が授かった時から、子供の幸せのためにお母さんが幸せを感じていなくてはいけません。それはお母さんとお父さんになる上でとても重要なことなのです。この本では出産を考えている方、妊娠中のお母さん、子育てをしているお母さんに幸せを感じて、出産と子育てをしてもらうための手助けとなる本となっております。例えば妊娠時期はどのように過ごすと幸せを感じられるようになるのかとか、どのようなことに気をつけるべきかといった妊娠期のアドバイスや、お母さんたちが今さらお医者さんに聞きにくいと思うようなことも細かく答えているということです。また、北条先生、医師として出産に携わってきた思いや出産、産後の子供とコミュニケーションを取る上でヒントになるおててサイン。ああ、
な、結構前にインタビューありましたね。おててサインについてもね。おててサイン。おててサインわかりますかね。また気になった人は聞いてくださいね。で、ベビーマッサージのハウトゥーを紹介するなど、いろんな内容が充実している本となっております。ね、幸せの小さな一歩になるような一冊です。ぜひ手に取ってみてください。おててサインってね、この赤ちゃんとコミュニケーション取れる手段がね、赤ちゃん泣いてるだけで何をぐずっているのかわからないとかいう時も、言葉がまだ話せないけど、なんかおててでサインでね、コミュニケーションできるっていうね、のがあるらしくてね、それも、いや、されてるんですよね、アイレディスクリニックで。はい。教えたりされてるんですよ。この本は、これどこから出ているのかな？ちょっと出版社が、出版社ちょっと今調べきれないんですけど、あ、出版社現代書林です。現代書林から出ております。昨年の11月に出ましたね。はい。よかったら見てみてください。では、ここで、ではでは、一曲お届けしましょう。ロード・オブ・メジャーで大切なもの。赤ちゃんいらっしゃい、お送りしてきました。この番組では北条先生に聞いてほしいことなども募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。ぜひお寄せください。この番組はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニックの提供でお送りしました。お相手は FM ギノワン田辺由紀でした。
ではまた来週この時間にお会いしましょう。